らせや。早稲田合格塾代表の平です。はい、それではですね、現代文に続き今度古典古文漢文の方に行ってみたいと思います。でですね、皆さん、事件です。地獄の古文です。古文やばすぎ。ちょっとこの共通テスト、まずむずすぎます。結論から言うと、これ多分僕の予測ですけど、平均点20いかないだろうね。多分みんな2、3問程度しか合わないんじゃないかな。難しくなった理由はいくつかあるんですけど、まず前半部分はね、大した問題はなかったと思うんですよね。それなりにまあ状況も見えやすかったと思うんですよ。なんか、ここに出てくる藤原の長家さんっていう主人公がいて、で、この人の奥さんが死んで、みんな悲しんでるよって、特に長家さんがめっちゃ悲しんで、本人ね、旦那だからめっちゃ悲しんでるよみたいな、そういうシーンなんだろうなっていうことぐらいはまあわかるわけですよね。ただ、後半になってった時に、まあ、実はこの後半のシーンですね、あの和歌が終わったあたりから、火曜に以下からですね、ここ、あ、亡き妻のことを思い出して喋ってんだなみたいなね、この辺からね、一体誰のことを言ってんのかっていうのがなんかいまいち分かんなくなってくるんですよね。勘がいい人だと問いの3番の選択肢とかを見て、あ、もしかしてこの辺って妻のことを思い出して喋ってんのかなっていう風にピンときたりするかもしれないんだけど、いや厳しいだろうね。もうちょっと注釈つけてくれないときついよね。ちょっと余談ではあるんですけれども、この問題見た時になんか見覚えあるなと思って、共通テストが終わった日の夜に生徒の数人から連絡が来て、皆さん見てみてください。すごいですよ。早稲田の2012年の人間科学部の古文見てください。実はこの英歌物語の今回の文章ですね、第一パラグラフ以外全く同じです。全く同じ箇所が出てます。2012年早稲田大学人間科学部の古文で。で、さらに言うと問いの2番なんかほぼ同じ問題ですね。いや、こんなことあるんだって思ってびっくりして、まあ結構ちょっとこう、うちの生徒は数人なんかこう感動した子がいたりしましたけど、まあそういうね、稀有な例は別にして、やっぱりね、ちょっと今回の問題は何の話してんのってのがつかみにくいのと、あと設問そのものも選択肢がちょっと切れなくないかっていうところでかなりきつかったです。まあ、ちょっとじゃあ見ていきましょうかね。そうなんですよ、選択肢も難しいんですよね、設問の。問1なんですけど、これまでのセンター試験と違って、まあ、単純な文法問題だとか敬語の問題だとか消えちゃって、この問1に集約されましたよね。単語、文法、多少読解もありますね、複合技みたいなものがね。で、問1なんですけれども、まあ、選択肢は、まあ、えずで、で、まねびやらずで、まねぶっていう、まあ、重要単語があるんで、まあ、これで切りたいなと思うとこなんですけれども、ど直訳しちゃうと3番でいっちゃうんですよね。とてもまねのしようがない、なんなんしようがないっていうのはなんなんできないっていうことで、ただ、ここをど直訳すると明らかに意味不明になるでしょ。で、ここってどういうシーンかっていうと、みんながすごく悲しんでる様子なのは言えば愚かなり、まあ、言うまでもないと。で、その様子は真似することもできないほどであるっていうことなので、真似することができないくらい、まあみんなが悲しんでるんだっていうことは、まあみんなの悲しみを表現し尽くすことができないほどである。そして、つまり真似不可ってことだよね。だから4番で訳してあげた方がいいと。多少の意訳が入ってくるっていうところはちょっとこう早稲田文学部っぽいなってところで、もう早くもこの時点からね、センター試験っぽくないんですよね。で、次に選択肢 E の問題ですね。で、これもややなんですね。単語と文法の問題の合わせ技なんですけど、目安しっていうのは、まあ、目安しなんですね。安しは安心だって意味ですよね。皆さんよく知ってる。で、目安しってことは、まあ、つまり見た目が安心だってことなんで、まあ、見た目がいいっていうのと、あと、まあ、無難だっていう意味。この二つの意味で覚えておく重要単語ですよね。で、まあ、おわすは敬語ですよね。で、いらっしゃるってね。で、ものをっていうの部分は、まあ、選択肢全部見ても何なんなのになということで、まあ、差がつかないんで、まあ、目安しとおわせし、この部分で切っていくんだなっていうことなんですが、もう3番でしょうね。まず目安し、見た目がいいっていう意味合いは3、4で絞れますよね。1番、人柄の問題じゃありません。2番、健やかに、健康の問題じゃありません。5番、上手にっていう、まあ、うまさの問題じゃないので、で、まあ、3、4に絞って、おわせしのニュアンスがある3番で正解ということですね。まあ、こっからね、早くもでもね、結構さ、敬語とかみんなが、ね、あと重要単語もそうだけど、引っかかりそうなところが入ってくるんで、正直ね、この問1のあ、い落とすとね、もう10点も取れない可能性が高くなってきますね。で、うなんですけど、里にいでなばなんだけど、まあ、なばで、丸1、丸2に絞れるんですよね、選択肢がね。なばで、未然形プラスばですよね。ただ、里ってなんだって思っちゃうんだよね。で、ここで、まあちょっと、洞察が働く人であれば、
例えばさ、日本昔話とかでさ、なんか里に帰るとかさ言うじゃないですか。でその時の里ってまあ実家がある場所ですよね。あとはまあほら里に熊が降りてきたって、まあ里っつったらまあ人々が住んでるとこですよね。だから自分のお家っていう風にするのかなと。なんでキュートなのっていうところでね、ちょっとそこの理由がないので里をキュートにする、まあ多少勘がいい人だったら1番でもいけるのかなっていう気もするけど、ちょっとまあ1、2で絞り切れるかなっていうのがちょっと僕は微妙かなと思いますね。なんとなくキュートにもう勘で鉛筆転がしてしちゃう人も多いんじゃないかな。で次に問いの2番ですね。これはね、もう本当に早稲田大学人間科学部12年の問い15とほぼ同じ問題ですね。この問題正答率とんでもないことになると思いますね。今自らとばかり書かせたまうとあるがってあるんですけど、傍線部 A の直前でよろしきほどはってあるんですけど、このよろしきほどはをいい意味で捉えちゃうと、まずその時点でデッドなんですよね。よろしきっていうのはまあまあって意味なんですよね。でまあまあなやつは今自らとばかり書かせたまうとあって、でこの後和歌のやり取りをね数人としてますよね。まあまあなやつには返事を返すかっていうような内容なのかなってことで誤読しちゃいますよね。正直ねこれ4以外絞り込むの相当大変だなと思ってて、4以外は結構ちょっと捨てがたいんじゃないのかなと思いますね。まあちなみによろしきほどは傍線部 A ってあるんで、波一通りの関わりしかない人からのっていうところで、まあこれがまあまあなやつらからのっていうことなのかなっていう気もするけど、これはちょっと絞るのしんどいと思う。これはきついと思うな。次に問いの3番、こいつも難しいです。まずね4、5はね切れると思うんですよ。まあ、選択肢1、2、3になった時に、2は妻と共に過ごした日々に後悔はないってあるんだけど、まあここ三角ぐらいかな。だってその後めっちゃ悲しんでるわけだから。とは言っても妻と過ごした日々に後悔はないけど、いざ死んだらやっぱり悲しいよっていう風にも取れるので、やっぱり2も切りづらい。まあ3は3でママ2の2ってね、ウォー2っていうね接続助詞ありますよね。この辺はのにのでとところっていう風に、まあ複数の意味で取ることができるわけですけど、まあそれでもやはりいわゆるまあ7なのにっていうねところで逆説の意味で取ってるんで、3番も切りづらいっていうことで、いやどうしようっていう。もう3番そこ以外は合ってるんでね。でまあ1番も1番でよくぞなんなん蹴るっていう、ここ妻の話してるんだっていうこともそもそも分かってない状態だと想定すると、やっぱ問3も切るのちょっと厳しいかなと思いますね。読めなさすぎますよねこの傍線部 B のあたりね。なんとなくなんかね偉い人に絵とかを誰かが献上して喜んでもらったんだなみたいな、それぐらいはね読めると思うんだけど、それ以上の情報が収集しづらいよね。正直ねそれもさっき言った2012年の早稲田大学の入試問題の方が僕は解きやすかったですね。で問いの4番、これも難しいです。だってそもそもさ読めてない箇所がある程度あるので、まあ大義はある程度取れるにしても、それだけだとちょっと厳しい部分があって、1に関しては後半戦が絞れますよね。大北の方だけは冷静さを保って人々に指示を与えてた、いやみんな悲しんでたからね。で2番、想像の君は涙が溢れて長家の妻の亡骸を直視できないことだったが、気丈に振る舞い亡骸を車から下ろした。あるんでね一応ね、さて御車書き下ろして継ぎて人々降りぬっていうね、この書き下ろしての部分がまあ亡骸を車から下ろしたのかなっていう見方もできるんで、ちょっときついかな。3番は後半戦がなしですよね。妻を亡くしたことが夢であってくれればってね、妻を亡くした現実気味がまだないっていうシーンはあったけど、夢であってくれれば良いと思ったとは言ってないので、で選択肢4は和歌の内容なんだけど、これもよくわからん、和歌の内容がつかめない以上。5番が正解なんだけど、5番のあの箇所は読みづらいよね。だからこれもきついと思うんですよね。もうちょっと注釈つけてくれないとちょっと厳しいよね。でラストの問いの5番に関しては選択肢3は選びやすいと思うんですよね。であともう一個選択肢6、こっちがちょっと選びきらんかなっていう気はしますかね、というような感想なので、どうですか皆さん、結構厳しいと思いますよ。僕はこれ以前やったことがあったので、この文章ちょっと普通に解けちゃったっていうのはあるんですけど、内容が分かってるから。でもそれドーピングなんで、これは超むずいんじゃないかなと僕は踏んでます。で一方でね、次漢文なんですけど、こっちは超簡単、満点も取れますね。だからね同じ50点とは思えないですよね。まず漢詩が出てきてるんですけど、まあびっくりしないでね、漢詩ちゃんと勉強しなさいね。問1もこれどっちももう基本語句ですよね。漢文の参考書1冊2冊やってたら必ず出てきますよねこれね。これもどっちも取れなきゃダメです。問いの2番もカッコ1基本ですね。カッコ2がねちょっとまあ深読みしすぎちゃうと外すかなって感じなんだけど、まあ素直に読めばまあまあ選択肢3選べるかなと
中国全土の話をしてるわけなんで、これでいいんじゃないっていうふうには思うんですけどね。カッコさんは選択肢4以外はないと思うので、これはまあ文脈で普通に解けるかなと。あの波線部3がある上の漢詩と下の漢詩、この流れで解けると思いますね。で問い3、もう問い3もこれも漢詩の基礎基本ですよね。応印の問題ですよね。五言詩なんで偶数句末印の音ですね。ということで一発ですね、楽勝で。問い4、これも基本の句法ですね。もうこのさ、ところと欲するって漢字見た瞬間に欲するところっていうのが浮かばなきゃダメですよね。なのでこの時点ですぐに選択肢3、4に絞れます。さらにあのこの欲すなんだけど、なんなんと欲すっていう風にここに V が入るので動詞が入るんで、なのでもう選択肢4に絞れると。もうこれも基本句法ですよね。で問い5、これも簡単ですね。句読点の上と下がまあ対句になってるんですよね。でこの逮捕の逮っていう字をまあ追っかけることだろうなっていうのもまあまあ見抜けると思うので、遅れてる時は追っかけることばっかり考えて、先を走ってる時は追っかけられることばっかり考えて恐れてるんでしょっていうような話だから、まあここはもう選択肢5素直に選べると思いますね。まあここが対句になってること見抜けたら、まあ後先ってあるからね、見に行きやすいとは思いますよ。でまあ問い6もまあ問題文1問題文にそんなに情報量多くないでしょう、現代文とかと違って。だからまあ素直に選択肢3で絞り込めると思いますね。 1,2,5 に関しては後半戦とか、もう後半戦で一気にバツバツバツって持っていけるしね。まあ漢文はね、これは僕満点取れていいなと。まあ最悪回るっていうしね、うん、問い2のカッコ2か、まあこれだけ落としてもしょうがないかなぐらいで、あとは取れていいんじゃないかなと思うから、まあ、だから結構僕は自分のところの生徒には言ってたんですけど、そもそもねセンター試験時代から古文ってめっちゃ難かったんですよ。偏差値70とかある人でも大体1個2個落としたりするんで、だから同じ50点だから漢文から先に15分ぐらいかけて解いて、で現代文で、であっとで時間を見ると古文に20分ぐらい時間が残ってたっていうのが実はまあ正解の順番だったんですけどね。まあもちろん人にもよる部分あると思いますが、結構学校の先生とかって古文漢文からやらされたがる人多いからね。だから古文漢文の順番でやっちゃった人は古文でメンタルやられて点数伸びなかったんじゃないかなというふうには思いますね。はい、以上です。現代文および古文漢文共通テストやってみました。皆さんの参考になりましたら幸いです。お疲れ様でした。